皆さんこんにちは、レクセン2講師の厚田です。それでは2級本試験の、配点予想と、回答解説公表していきたいと思います。まずはですね、1月24日に、試験を受験された皆様お疲れ様でした。で、今回は、2級のですね、本試験の公表と、こういうふうにはごめんなさい、失礼しました。配点予想ですね。配点予想のところに重きを置いていきますが、それ以外にも、お話しできるところは解説とか、簡単なところで公表とかさせていただこうかなというふうに思ってますので、まずは受けられた方、まずちょっと共通の問題の学科からいきまして、学科、日本 FP 協会の、資産設計答案、提案業務で、個人資産、あとは金財の個人資産というふうに動いて、やっていきたいと思うので、ちょっとまずはですね、学科試験をご準備いただきたいと思います。で、こちらですけども、もうすでに実施団体からはですね、回答が公表されてますので、それを見ていただければと思うんですが、もし手元にない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと私の方で、これから解説していく手前、ちょっと答えを言っておきたいので、すいません、1回だけですが、科目ごとにですね、答え 1,2,3,4 いずれか言っていきますので、それでちょっとやっていきたいなというふうに思ってます。ではライフの1から10ですが、5問刻みでいっていきます。そのまま読んでいきますので、4、4、3、3、4、これが問い5までです。で、問い6から問い10ですが、3、2、2、4、4、次問い11から問い15、リスクに入ってきますが5問刻みで読んでいきます。1、4、2、2、4。で、16から20ですが、1、1、3、3、3。次、金融が、21から、30ですが、5問刻みでいっていきます。3、2、2、3、1。次、26から30です。2、3、4、2、1。次がタックス、31から40、5問刻みで、読み上げます。3、2、3、1、4。次、36から40です。3、3、1、2、4。次が不動産、41から50ですが、これも5問刻みで読み上げます。1、4、3、2、1。次、46から50です。4、1、3、1、4。最後、51から60の相続、これも5問刻みで読み上げますと、4、3、3、1、3。次、56から60です。1、2、4、1、2。ということで、これが実施団体から公表されている、回答ということで、これすべて1問1点で、60点満点の、6割で合格なので、36問以上正解があれば合格ということになりますので、それがまず学科の、回答になります。ちょっとすいません。次、今度 FP 協会の実技に移りたいと思うんで、ちょっとこちらは、答えがですね、たくさんあるんで読み切れませんので、配点をもうこちら言ってきます。配点を申し上げていきたいと思うので、では実技試験の配点を読み上げたいと思います。では、ちょっと金材の方はお待ちください。では、FP 協会の資産設計提案業務、第1問から申し上げます。第1問から申し上げると、問い1が各1点の、計4点、各1点の計4点、次、問い2が2点。ですので、合計すると、第1問6点、6点になります。次、第2問に移ります。これが金融です。第2問読み上げていくと、問い3が2点。問い4が、各1点の、計、失礼しました。各1点じゃないです。各2点の計4点。各2点の計4点。問い5が2点。問い5が2点。問い6も2点。問い6も2点。ですので、第2問の、合計点は、10点。配点が10点になります。続いて第3問に移ります。第3問。第3問、これがですね、不動産ですね。不動産。7から10ですが、問い7が、各1点の計4点。各1点の計4点。問い8が、各1点の計4点、各1点の計4点。問い9が、2点、問い9が2点。で、問い10も2点、問い10も2点。
ですので、これでいくと、第3問は12点、配点が12点になります。次、第4問のこれはリスクですね。リスクです。まず、11から14までありますが、問11がですね、各1点の計算点、各1点の計算点、で問12が2点、問12が2点、問13が各1点の計4点、各1点の計4点、問14が2点、問14が2点、で、合計がですね、これで11点です。配点が11点になります。これが第4問です。次、第5問のですね、これがタックスですね。タックスいきます。問15が2点。問16、2点。問17、2点。問18、2点。ですので、第5問は全部2点ずつです。ですので、合計8点の配点になります。次、第6問のですね、これは相続です。相続。19から22まであります。まず、問19が各1点の計算点、各1点の計算点、問20が2点、問20が2点、で問21がですね、各1点の計算点、各1点の計算点、問22が2点です。で合計するとですね、第6問は、10点の配点、10点の配点ということになります。続いてここから、ライフのまずはキャッシュフロー表の問題になりますが、23から25です。では、23、問23が、2点、問24も2点、問25も2点、ですからすべて2点ずつの、配点が6点、第7問6点になります。続いて第8問です。第8問ですが、第8問がですね、これが係数早見表を使った問題ということになっていますが、問26が2点、問27が2点、問28が2点、つまり第7問も第8問も全部2点ずつということで、第8問の配点が6点ということになります。続いてですね、続いて、第9問、ここから相互問題が2つ続きます。第9問の、まずこちら29から34ですが、まず29がこれが3点。これが3点ですね。1つで3点です。次、問30が2点。問30が2点。問31が2点。問31も2点。で問32が各1点の計4点。各1点の計4点。問33が2点、問33が2点、問34が、各1点の計4点、各1点の計4点で、この第9問が一番配点が、高くて17点、配点が17点になります。次、第10問です。第10問ですが、これが最後で、35から40の6問ですが、最初の問35、問35が、3点、こちら3点。36が2点、36が2点、37が2点、38も2点、39も2点、で、40が、各1点の計算点、各1点の計算点ということで、これをやるとですね、第10問が14点、配点が14点ということで、これ合計すると100点になりますので、100点で60点以上で合格ということで、ただこれはあくまでも、実施団体が公表したものではなく、レックが独自で予想したものになるので、もしかしたら、間違っているものもあるかもしれませんが、とはいえですね、2点が3点、3点が2点とか、そういうレベルだと思うので、どうしても100点にしなければいけないので、そこまで大きな狂いはありませんので、ある程度、信頼性高いものだというふうに考えていただければというふうに思います。公表は後でやりますので、一旦これで、協会実技のですね、資産設計提案業務の配点予想はこれで終わりです。では続いて金財のですね、配点予想に移りたいと思うので、金財の個人資産、相談業務、こちらですね、ご準備いただきたいと思います。で金財の実技はこれしかやりませんので、ではこちらも、ちょっと答えは申し上げませんが、配点だけ申し上げていきたいと思います。では、第1問から第5問。で、これは共通していますが、全部大問ごとに10点の配点。10点の配点で50点満点の6割合格なので、30点以上で合格ということになります。では、第1問からいきます。
第1問、問い1が、各1点の計4点、各1点の計4点。で問い2が、これが1つで3点です。1つで3点。で問い3が、各1点の計3点、各1点の計3点。ですね。で、合計、10点、10点満点になります。次、第2問いきます。第2問の金融ですが、問4がですね、問い4が、これ、各2点の計4点、各2点の計4点。で、問い5がですね、各1点の計3点、各1点の計3点。問い6が、各1点の計3点、各1点の計3点となります。で、これも、10点の配点です。次、第3問いきます。第3問で、問い7からいきます。問い7が、各1点の計3点、各1点の計3点。問い8が、これ、各2点の計4点、各2点の計4点。で、問い9が、各1点の計3点、各1点の計3点。で、これも合計すると10点の配点になります。次、第4問いきます。第4問。で、第4問が、不動産ですが、問い10、これがですね、各2点の計4点、各2点の計4点。で、問い11が、各1点の計3点、各1点の計3点。で、問い12、各1点の計3点で、これで合計すると10点の配点になります。次、第5問の相続です。13から15ですが、13が、各1点の計3点、13が各1点の計3点。で、14も各1点の計3点。で、15も、各1点、これは配点が配点箇所4箇所あるんで、計、各1点の計4点ということで、これで10点満点ということで、これで一応50問、50点分ですね、申し上げ終わりましたが、最近の、実技試験は、計算過程の記述がないので、答えが合っているかそうでないかだけで、まあ、ダイレクトに2点とか3点ということなので、ちょっと間違えてしまうと痛いなというところはあるんですけども、そのような形で、これはほぼ、これも、実施団体から公表されたものではないんですが、まあ、今回の、回答欄から考えていくと、これがまあ妥当だと思うので、こちらで、30点以上です。30点以上。問数とかじゃなく、30点以上で合格になるので、ちょっと計算してみていただければなというふうに思います。はい。では、まずは、実技試験の配点予想終わってますので、ちょっと簡単な公表をですね、まあ、各科目、10分ぐらい時間ありますかね。10分弱ぐらい時間があるので、ちょっと簡単に申し上げていこうかなというふうに思います。では、まず学科試験からいきます。で、学科試験は全て4試択一ということで、もちろん難しい選択肢もあれば、簡単な選択肢もあるんですが、まぁ、ちょっとこれ受験生であれば取らなければいけないということで言うと、まぁ、問題1は必ずこれ正解していただきたいなということで、まぁ、これは資格のない FP がですね、まぁ、ここにある社労士とか、あとはですね、投資顧問業とか、税理士の業務とか、司法書士の業務を行ったような場合ですが、これ明らかにですね、個別具体的なことをしているのが4番で、司法書士の資格がないにもかかわらず、登記をしています。代行しています。これは、いけない行為なので、これが間違っているということで、ここは必ず正解取らなければいけませんし、問題2番のところもですね、これ可処分所得はこれ必ず2級の受験生であれば覚えておかなければいけないので、まあ、税金社会保険料、これを控除したものがですね、可処分所得ですから、年収の700万から150万引いた、550ですね、550。なので、給与所得控除とかこれ一切関係ありませんので、自由にできない、自由に使うことができないお金、所得税、住民税、社会保険料、これを引いたものが、収入から引いたものがですね、可処分所得なので、これもできなければいけないと思います。で、問題3番からですね、公的な医療保険や、あと年金とか、雇用保険とか、いろいろなものが続いていくので、あとここのところは一つ一つですね、まあ、細かいところは場合によっては、後回しということもあると思うので、ちょっとそこのところはそのように対応いただきたいと思うんですが、例えばなんですけれども、まあ、最近多いのは問題8ですね。ちょっと問題8を見ていただきたいんですが、問題8、確定拠出年金は非常に今よく出てます。ですからこちらはやはりできないといけないかなと。まあ、最近の傾向を知っておればですね、個人年金、確定拠出年金の個人年金のところはできなければいけないのかなというふうに思いますし、あと問題9ですね。こちらの貸与型奨学金とかですね、教育一般貸付の話なんですけども、こちらについても金額の変更とかそういうものもあったりとか、
いうところがあるんで、これもできなければいけないかなというふうに思いますので、まあここのところもできるようになっていただきたいなというふうに思います。はい。で、最後に、問題10番なんですが、こちら、まあ、損益計算書のですね、まあ、財務分析になっていくんですけども、これはですね、まあ、資格、まあ、資料のところに資格が3箇所あるんですが、ここがすぐに言えるかどうか。一つ目の資格が、これが、売上総利益。二つ目が営業利益。三つ目が経常利益ということなんですが、まあ、要はこれって、簿記をちゃんと学習してくださいねという、出題者からのメッセージです。もう当然2級受けてる方は6科目全部やっていただいているはずなんですけども、その中で簿記会計に関する学習が一切ないです。でそれはちょっとこの科目の中ではできないから自分でしっかり学習してねというメッセージだと思ってますので、これは簿記を知ってる方からするとはっきり言ってサービス問題です。ですからここは簿記をしっかり学んでくださいよというメッセージなので、これは必ずできるようになっていただきたいなというふうに思います。これ確か200万になると思うので4番が間違いということになるので、まあちょっと損益、限界利益とか損益分岐点売上高は、2級の工業簿記というところで学ぶことになるので、やはり2級は知っておかないといけないのかなというのは、これを見ているとそう思います。では続いて、リスクの問い10、問題11から問題20のところ行きたいと思いますが、ちょっと待ってくださいね。まず、まあ、問題12の生命保険の一般的な商品性のところは、これは一般的な商品性はよく出てくるので、これはできるようになっていただきたいなというふうに思います。これ4番ですよね、答えね。4番が正解だと思うんで、変額保険はですね、保険金額は変動しますけども、最低保証はありますので、これはその内容が分かっていればすぐ解けると思います。あとはですね、問題15にあるような、経営役者が法人、被用権者が役員と、まあ、こういう問題もよく出るので、ここのところもですね、新しい分野、まあ、法改正というか、国税庁からの、お達しでですね、変わっているところがありますが、最低限のところはですね、理解はしておいていただきたいなと思います。また、16から損害保険絡みの問題が、2つ、3つは法人のところですが、2つ続いてますので、まあ、障害保険の一般的な商品性とかですね、任意の自動車保険の話と、ノンフリートのところですね、ここもあるので、ここら辺のところもぜひともですね、理解をしていただきたいな、これは正解を取っていただきたいところとなります。あとはですね、問題20のところが医療保険の一般的な商品性というところになっていくので、で、これは先進医療特約というものがありますが、これは例えば5年前に入ったら、5年前に入った当時のですね、認められているものになるということになってしまうんですが、そうじゃなく毎年、内容が変わっていくんですが、その受けるときに、有効なもの、厚生労働大臣によって定められたものなので、これ年ごとによって変わっていくので、まあ、ですんで、その例えば5年前に、先進医療だった。でも今のところは先進医療から外れて一般医療になっているというケースも出てくるので、これは契約時点ではなく、その時の、保険金請求した時の話なので、そこが分かっていれば3番選べるんじゃないかなというふうに思います。続いてですね、金融の問題21から問題30を見ていきたいと思います。はい。で、ここのところですが、問題21は正直言ってですね、これは分からないと思うんですよ。これはもう知ってるか知らないかだと思うんで、別に問題21を対応する必要はないと思ってますので、まあ、変わりそうなところでやればいいんじゃないかなと。まあ、パーセンテージまで覚えるのかという話なので、ここについては別にやらなくて、できなくても全然問題ないと思うんで、ここは別に、ああ、こういう問題が出たのねでいいと思うんで、もうそういうふうに流してもらえればというふうに思います。はい。で、あとはですね、例えば問題23の、株式投資信託の話、まあ、ここら辺はもう出てる内容なんで、ここはしっかり対応していただきたいと思いますし、また、問題24の利回りの話、まあ、これはちょっと今回は、聞き方が違ってはいますけども、まあ、利回りの計算は必ずできなければいけないので、まあ、時間かかってしまうかもしれませんが、解いていただきたいと思いますし、あとはですね、27番のポートフォリオ、まあ、ここら辺もよく出ているのでポートフォリオは外せるところではありませんし、NISA、 やはり NISA も今回も出てますので、 NISA も必ず出るところなので、一般積み立て、あとは
若い方のね、ニーサですね。そこのところ、ですね、やっていただければというふうに思います。あとは、まあ、29も金融商品販売法とかですね、契約者、消費者契約法とか、金融商法とかの話があるので、まあ、ここも、まあ、通常通りかなというふうに思います。で、問題30が、これが21と同じくですね、まあ、これは結局知ってるか知らないかなので、まあ、ここの資料を、例えば、じゃあ今回これが出ました。じゃあ次回もこれ、このところの問題が出るかというと、出ると思えないので、で、ここまで対策していると、本当に手が回らなくなるので、まあ、問題21と問題30はもうできなくていいと思うんですよ。まあ、もちろん分かりそうなところを潰していくというのは一つだと思うんで、うとかえ、ここのところでですね、ああ、これどれだろうなとか、まあ、いろいろあると思うんで、そういうふうにやっていくので、まあ、これ知らなかったらもう解けないと思うんで、まあ、21と30はできなくてもいいので、そうなるとちょっと金融は今回、まあ、難しいというか、まあ、こういう問題出す方が悪いんですけども、若干難しいのかなという気はします。傾向通りの問題もあれば、全く傾向通りじゃない問題が出ているので、まあ、これは面食らっても他の科目で取ればいいと思うんで、あんまり焦らずにやってもらえればなというふうに思います。で続いて、問題31からのところなんですけれども、はい。で、問題31からのところですが、ここのところのタックスについては、まあ、31、32番のところは当たり前ですし、まあ、33番のところのこの、損益通算の話はこれも毎回出てますので、今回の場合だとですね、まあ、不動産の500万と事業所得のマイナス50万、これ合算した450が正解ですから、これはもう誰でも取れなければいけない問題だと思います。で、また所得控除も令和2年から内容変わってますので、そこのところ知ってるかということなので、特に1番については、2400万以下であれば基礎控除48万ですよということで、これが分かっていればすぐこれで、正解なわけなので、やはりFP 試験は、税制改正とかですね、まあ、ちょっと相続であれば民法改正とかありますが、そういう改正があったところはしっかり、対応できないと、正解取れませんから、まあ、これはやっておけば必ず取れたところではないかなというふうに思います。また問い35も別に難しくはありませんし、まあ、36のところも青色申告者のみなので、雑損控除って誰でも受けられますから、別に青色申告者の特典ではありませんから、これも解けると思うんで、いけると思います。また37、38、39、まあ、これ40が法人や消費税に絡むと、法人税、消費税が絡むところですが、まあ、消費税のところも決して難しい問題ではありませんし、まあ、青色申告のところもですね、これ多分解けるんじゃないかなというふうに思いますし、またですね、役員の問題も決して難しい問題ではなく、いつも出ているようなところですし、まあ、40番のところの決算書、これもライフのところで申し上げましたが、やはり簿記会計のところを知っておれば、解けると思いますので、まあ、現金がマイナスになることは絶対ないので、それはないです。正しいですと。で、まあ、これは結局、営業利益とかですね、売上総利益の位置関係が分かっていればできると思うので、これは営業利益は営業外損益の加算減算ではなく、これやると経常利益になるので、まあ、4番が不適切ということなので、まあ、先ほどの金融が難しかったという反動ではないですけども、逆に言うとタックスが自分から見れば簡単ではないかなと、いつもの傾向から見れば簡単じゃないかなと思うんで、ここで7問とか8問取れればいいと思うんで、科目によっては難しい時も当然あると思うんですが、そこで社会力でなっていっぱい時間かけるんじゃなくて、まあ、そういう時は他の科目が簡単だろうなということで、当たりつけてもらって切り替えるというのも大事だと思うので、そのように対処していただければなと思います。次がですね、問題41から50の不動産ですが、まあ、今回も見てるとですね、まあ、傾向通りだなと思うのが、まあ、41、42はこれまあよく出てくるところなので、これ正解取っていただきたいと思いますし、まあ、43、44の借地借家法、これ王道です。もう、借地権1問、借家権1問の2問と、さらに区分所有法も47出てますんで、これ本当に狭い範囲でのですね、得点源になってるんで、まあ、43、44、47はこれよく出ている、分野です。これはやはり受験生としては取れなければいけないのかなというふうに思います。あと他見てもですね、不動産でそれほど難しいところはないのかなと思うので、まあ金融が難しいというか、まあ見たことがないところ出てるんで、こういうところで冷静に対処していただければよかったんじゃないかなというふうに思います。また51から60の相続なんですが、まあ、51の、贈与は、まあこれは、いつも出ているような問題です。あと、まあ、遺産分割協議書のところはですね、ここのところがですね、まあ、これも別に特に、
難しいことを言っているわけじゃありませんので、これは解けていただきたいと思いますし、まあ、55番がですね、まあ、あの金融資産の評価になっているので、まあ、ここのところが、まあ、できていればいいんじゃないかなというふうに思います。で、ここを見てて気づいたところとしては、まあ、最後の60番ですかね。問題60で民法で、民法改正のところがあって、配偶者居住権とかですね、まあ、遺言の一部緩和とか、そういうところは出てますし、あと、遺留分の侵害請求権、減災請求権が侵害請求権に変わっているところがあるので、まあ、こういうところの改正、やはり改正をしっかり学習していますかというところだと思うんで、まあ、そこができていればですね、民法じゃないな、相続のところも得点は取れたんじゃないかなというふうに思います。なのでちょっと簡単に60問を総括すると、金融のところの、1つ目と最後の問題がちょっといつもにない形式で、だからといってそこで焦るとかじゃなく、まあ、こういう時は必ずやっていただきたいのは、最初問題が配られたら必ず全部一度目を通してもらって、そうすれば金融で、ああこんな問題見たことがないなと思えば、それを後回しにすればいいだけの話だと思うんで、順番にやるんじゃなくて、まず一旦 全体像を見てから、解きやすいところ、いつもの傾向通りのとこだなという、例えば不動産とか相続からやるとか、そういうことができると思うんで、まあ、1問目からやれとはどこにも書いてないわけなので、そういうふうに冷静にやっていただいた方は時間を有効に使えたんじゃないかなと思うんで、こういう問題も実際よくある話なので、そういう、傾向にとらわれずに王道の学習している方は受かると思いますし、まあ、金融のところで戸惑ってですね、焦る必要もないと思うんですよ。あれあくまで一問一点ですからね、一点のところで焦ってもしょうがないので、まあ、それはもう切り替えてもらって他でしっかり取ろうとやっていけばいいと思うので、まあ、そういうふうに対処できれば合格できる問題で、まあ、合格率は前回と同じような、まあ、一般的な合格率になるんじゃないかなというふうには思います。はい、では続いて協会の資産設計提案業務に移りたいと思うので、こちらの簡単な解説を公表したいと思います。まあ、これはまあ見ましたけど、やはり例年通りかなということで、ちょっとさっきからいきます。最初からいくと、第一もまあこの問1はもういつもの話なので、丸×問題ですから、まあ、まあ分かんなくてもどっちか書けば1点取れるようなところかなと思います。ただ、もう問2のところ、これちょっとこれ見たことがなかったので、初めてかなと。初めての問題ですが、まあここはできなくても2点ですから、焦る必要はないかなと思います。で、金融のところの国債、久しぶりに国債の問題を見たので、対策してなかった方がいるかもしれませんが、これですね、適切なものなので、正しいものが分かっていれば取れるかなと思うので、まあ、ぜひともなんとか取っていただきたいところではあります。で、問い4が、ちょっと資料がたくさんあるので、まあ、ここで PER と配当成功を求めるんですが、ちょっと資料の読み取りがあるので、まあ、この問題は間違っても資料から見ないでいただきたいので、まあ、この場合は、問題を見てから、今回 PER が何倍、配当成功が何パーセントとあるんで、そこだけを絞って資料から抜き出す必要があるので、まあ、そこをやってもらって、まあ、ただこれ計算しなければいけないので時間かかると思うので、まあ、先にやる問題ではないんじゃないかなと個人的には思います。で、同じく、問い5のところもですね、この分、まあまあ、E のところは、まあ、知ってるか知らないかですけども、A のところについては購入代金の計算もしなければいけなくなってくるんで、そうなるとちょっと時間かかるかもしれないので、まあ、時間かかる問題は後回しがいいんじゃないかなと。同じく、問6問も計算して、まあ、答えは用意されていますが、計算しなければいけないので、時間かかるので、まあ、先にやる問題ではないんじゃないかなというふうに思います。で、第3問の不動産です。で、これについては、最初が問い7は丸×問題ですから、解けるところ解いていけばいいかな。ただ、やってること自体は難しいところではありませんから、なるべく高得点が望まれます。また、問い8も資料の読み取り問題ですけども、これも、アンダーラインの意味が分かっていればできるんじゃないかなと思うので、まあ、ここも決して難しい問題ではありません。で、問9です。で、これがですね、ただこれ延べ面積の話なので、延べ面積ということはこれ容積率の話なので、憲兵率の改正問題は絡んでませんので、これ決して難しい問題ではありませんから、まあ法定上層をうまく使ってもらえればいいと思うので、まあ容積率の問題だというところになります。で、問10については固定資産税の話なので、これも知っておれば、決して難しい問題ではありませんので、これもですね、選択肢が 1,2,3,4 あるわけなので、そこからまず解きやすいところだけ持ってくればいいので、例えば、E のところ、括弧 E のところが1月1日時点のと、まあ、固定資産税は1月1日時点の人に、納させるものなので、それが分かっていれば1と3で答えが選べるわけなので、ごめんなさい、違うな、これ。
1と3ですよね。2ですね。ごめんなさい。違うな。あ、ごめんなさい。私が見てるのは違うんだ。ごめんなさい。回答じゃなくて見てたので。でもこれ1月1日なので1か3というふうになっていくので、まあそういうふうにやっていけば、絞っていけばできるかなと思います。で、第4問のこれリスクなんですが、ちょっと最近ですね、保険金のところがですね、シンプルになってしまって、以前は特定疾病の場合で交通事故の場合出るか出ないかというところが、よく聞かれてましたが、今回どちらも医療保険とがん保険のところからの死亡保険金とかですね、入院給付金とかの話なので、そこまで難しい問題ではないと思うんですが、ちょっとこれ配点上は、レックでは1点というふうにさせてもらってますが、場合によっては2点のケースもあるんで、ここはしっかり資料を読みながら、でもちろんこれはあいうのところ見ながらですね、あいうのところ見ながら求めていけばいいと思うんで、これも全部読む必要はないと思います。まあ、問13にはちょっと飛ばしさせていただき、問13についてもですね、ちょっとこれ飛ばさせていただきます。で、問14はこれはですね、火災保険の証券があって、でもこれもただ読み取りの話なので、これも選択肢のところから必要な資料を見ればいいと思うんで、まあ、これ見てもらっても分かる通り、ここまででまだ問14なんですけども、17ページ問題使っているわけなので、やはりどれだけ資料が多いかというのは分かっていただけると思うので、90分の中でやるのは結構大変なので、そういうところで、資料は読まずに、問題のところ、問題の、回答からですね、攻めていくというのが必要になってくるかと思います。次、第5問のこれがタックスですね。タックスで、こちらについてはちょっとすいません、問15はリスクと絡む問題でちょっと飛ばさせてもらい、で、問16のところは損益通算で、学科でも損益通算が出ますので、ちょっと損益通算がちょっとですね、自分はちょっと不得意だなと思えば、昼休みとかにやってもらえればいいと思うんで、そうすれば答えは選べるのではないかなと思いますし、まあ、17番も決して難しい問題ではありません。また18も下に公的な、即算表があるので、まあ、こちらを見てもらえればなと思うので、これも決して難しい問題ではありません。次です。第6問の相続ですが、相続の場合、特にここの法定相続分決めるときには順番を決めなければいけないので、しっかり順番を決めてくださいねということなので、まあ、順番を決めれば答えは出てくると思いますですね。で、あとは、まあ、問21の小規模とか、これはまあ覚えていれば取れると思うので、3点取らなければいけませんし、あと、まあ、22のところもこれはできるようになってくださいと。あと、第7問からはですね、まずはキャッシュフロー表の読み取りなんですが、まあ、今回の場合、E を求めなければいけないので、変動率をうまく使ってですね、答えを出してもらうと。E は、まあ、すぐ出ると思います。で、まあ、次、第8問。これ、係数早見表の問題は必ず3問毎回出てますので、どんなことがあっても3問は正解取れるようになっていただきたいと思います。で、第9問、第10問が総合問題ですが、まあ、まず最初、前半の総合問題、ただ、問30はちょっとこれできなくてもいいんじゃないかなと、これ分からなければ解けないと思うんでいいと思います。ただ、31のところは、学生支援機構とですね、政策金融公庫の話なので、これは、受験生としては取れなければいけないと思います。で、また問30には NISA と、iDeCo の話が出てるんで、ここはもう必須なところなんで、正解取れるようになっていただきたいなと思います。で、続いて第10問のですね、最後の総合問題ですが、必ずですね、最初の問題が、バランスシートの、純資産額を求めさせますので、これは必ず正解取れるようになっていただきたいなというふうに思います。はい、ですので、これはしっかり、正解取れるようになっていただきたいなというふうに思います。はい、で、次ですね。で、次が、まあ、36番は退職所得を求めながらですね、これは税金を求めますので、まあ、税金は即算表が下にあるので、まずこれ退職所得を求めること、で、そこの求めたところに対して税率をかけていくという2つのステップがあるので、そこできれば決して難しい問題ではないので、あとは、退職所得の場合は、20年までが1年あたり40万の控除、20年を超える部分が1年あたり70万の控除、これ分かっていれば決して難しい問題ではありませんと。はい、で、あと37で、まあこれはいいとして、あとはですね、まあ他のところは、
まあ、ちょっとすいません、これは解説は割愛させていただきたいんですが、ちょっと一応これで最後に、この協会の実技について申し上げたいことがありまして、先ほど数えてみたら今回、まあ、問いは40問あるんですけども、回答欄が67箇所あります。67箇所、まあ、丸×だったりとかですね、まあ、あいうとか1番2番3番とかそれを入れるとかいうところあるんですけども、とはいえ67箇所あるわけなので、1問あたり1分、ちょっと1分半はかけることができないわけなので、ですんで、そういうことを考えていくと、いかに資料を頭から下まで読むか、それが無駄なことが分かっていただけると思うんで、またですね、こちらも90分という非常に限られた時間の中で、これ問題だけでもですね、41ページあるわけですよ。41ページあるので、これを頭の資料から全部読んでいくと大変なので、まあ、この場合は傾向自体は全く、毎年毎回変わっていないので、後ろのですね、総合問題って比較的点数、さっきも配点予想をしましたけど、第9問と第10問、問で31点あるわけですよ。31点。だからこの配点が多いところをしっかり掴んでおいて、あとは個別の科目とか、あるいは係数早見表とか、そういうところで点数を稼いでいけば60点取れると思うんで、そういうふうに傾向をしっかり理解しながらですね、解く順番も頭で考えながらやった方は60点取れると思いますし、頭からやっていて最初の例えば第2問の金融で時間かかって20分かかっちゃった。そうすると残り80分ないな。70分ですね。70分しかなくなっていくわけなので、あ、違うな。2時間だから100分ありますね。ということなんですけども、ただすごく時間かかっていくので、90分だな、なので非常に時間が足りなくなっていくので、そこのところで時間との戦いが、2級の実技だと思いますので、ですので、まあ、90分という限られた時間の中でいかに効率よく解くかというところがあるので、まあ、自分でですね、ここは傾向しっかり過去問を解いた方はできると思いますけども、そうじゃないぶつけ本番とかだとできないと思うんで、まあ、実技試験はやりさえすれば必ず受かる試験なので、そういうふうに考えてもらえればなというふうには思います。はい、では最後にですね、今度は、金融財政事情研究会の個人資産相談業務に移っていきたいと思います。はい、ではこちらなんですけども、こちらはですね、まあ、大問が5つあって、その中で、まあ、科目ごとに問題があるという形なんですが、まあ、第1問は今回44歳の A さんが対象になっていきまして、まあ、そうするとまだ若いので、まあ、自分に万が一があったら困るなということでですね、まあ、亡くなった場合の遺族年金の話ですね。で、そういうところがあるので、まあ、問1のところはこのある妻と子供が対象になりますよとか、そういうところなんで、まあ、こういうところはしっかりできるようになっていただきたいなというふうに思いますので、まあ、ここはあとは、極軍から、まあ、イロハニホヘあるんで、そこら辺を一つ一つ選んでいけばいいので、まあ、分かっていればしっかり1点ずつ確保できるのかなと思います。また問2番のところはですね、今回は年金額、遺族、厚生年金額の計算をするところで、ただ計算過程が記載が不要になっているんで、いきなりダイレクトに答えだけを書くんですけども、もちろんあの資料があって厚生年金の求め方はあるので、まあ、こちらに素直に従っていただければ答えは出せると思いますが、あと端数処理さえ間違えないでいただきたいので、そこだけ間違えなければこれ確か3点あると思うんで、3点取れると思うんで、ここはまあ傾向通りかなというふうに思います。ですね。あとは、問3は丸×のところなので、まあ、ここはしっかり対処していけば、まあ、これは6点以上はぜひとも取っていただきたいなと思うんで、まあ、6点は必須かなと思います。では続いてですね、次の、第2問に移ります。第2問ですが、これがですね、金融の、よくある今回の場合は2社比較ですね、2機関比較じゃなくて2社比較、X と Y という2社があって、その比較ということでですね、出ています。で、今回の場合はですね、まあ、問4がですね、X と Y の ROE で、2番が X と Y の PER というふうな形で、結局計算をしないといけないので、まあ、こういう計算問題はもう地道にやっていくしかないかなというふうに思うので、まあ、これはまあ当然ながら学科試験でも出る内容なので、実技試験のところでもしっかりできるようになっていただきたいなというふうには思います。はい。で、今回の場合、そうですね、そのようになってますんで、丸1で2点、丸2で2点というふうになってますんで、まあ、当然これは、
まあ、回答箇所4箇所ありますけども、多分おそらく X のところの例えば ROE が求まれば計算の仕方は同じなので Y も求まるだろう、もし X が間違っていれば Y も実行となるだろうというふうになると思うんで、まあ、2点ずつにしてますので、まあ、これは1つできれば2つもできるだろうという形で配点はしております。ただ計算過程は不要になってますので、こちらも、多数の取り扱いに気をつけてもらって、答えはですね、あくまでも小数点以下第2位までとあるんで、まあ、この指示があるんで3位書いちゃったらちょっと罰になるんじゃないかなというふうに思うので、ちゃんとこちらの指示に従いながら答えを書いていただければと思いますが、ただ ROE とか PER は2級では必須の知識ですから、これは必ず正解取れなければいけないと思います。また同じようにですね、問い5はそれに関連する投資表の判断の話があるんで、これも、まあ、問い4と問い5は万世セットで考えてもらえればいいので、そうすると7点、まあ、しっかりやっている方であれば7点は取れるんじゃないかなと思います。あとは、まあ、NISA は学科試験でも出てますので、学科試験で NISA ちょっと不安だなと思えば昼休み中に確認していれば NISA も、しっかり点数取れると思うんで、まあ、金融のところはなるべく、6割ではなく7割8割、取れるだけ取っていただきたいなというふうに思います。続いて第3問のタックスですね。で今回は会社員の A さんの話ですね。会社員の A さんの話が出ています。で、まあ、退職所得の話は、これは決して難しいところではありませんから、退職所得のところは3つしっかり、答えを埋めていただき、また問い8のところは、一時所得の金額と総所得金額が出ていますので、まあ、一時所得についてはですね、そこのところ、括弧3のところから、まあ、しっかり計算をしていただき、あと今回、総所得金額を求めさせていますが、退職所得は関係ありませんからね。退職所得は総合課税されるものではありませんから、あくまでも今回は、この A さんについては、給与と不動産と、この一時所得の分ですね。で、これは明らかに総所得金額に参入される一時所得の金額となっているわけなので、プラスなわけなので、この3つを合計したものが総所得金額になります。で、もちろん、これは当たり前ですけども、総所得金額に参入される一時所得の金額は、これは2分の1、一時所得プラス出ていると思うんで、2分の1をした金額になりますから、それ間違えないようにしていただければな、というふうに思いますので、あとは、まあ、不動産についてはですね、150万のマイナスが出ていますが、土地の負債利子が10万ありますから、この10万除いた140万が損益通算できる赤字の金額なので、まあ、そこも注意いただければいいのかなというふうに思います。はい、あと問い9のところは、令和2年から変わっているところなので、まあ、合計所得が38から48万に上がったところ、でもそれ以外は変わってませんので、まあ、ここのところはそういうふうにやっていけば解けるんじゃないかなというふうに思います。はい。ですね。で、これでタックスが終わりで。で、第4問の不動産ですね。で、不動産、これがですね、おそらく2級では初めてじゃないかなというふうに思うんですが、改正が入っている内容です。で、第4問のところの、まあ、節例のところを見ていただくと、まあ、福音8メートルの指導に、高土地が接しているという形になってますが、今回は防火規制が準防火地域です。準防火地域。で、準防火地域ですが、今回は、問い10のところが、建蔽率と要請規律の問題が出てますが、今回耐火建築物、まあ、準防火地域内に耐火建築を建てる場合にはこれで建蔽率の緩和になるという形なので、まあ、3、4年前の問題だとこれは緩和されませんけど、今は緩和されるようになってますから、それが分かっているかどうかを聞いているということなので、まあ、2級でもいよいよここまで来たかなというところです。あとは、まあ、問い11は、まあ、事業予定借地権知ってるかどうかの話なので、まあ、これは知って、まあ、これ解けるところを解いてもらい、あと、問い12番の、これ空き家に関する譲渡所得の、特別控除の話なんですけども、これも古い建物残っていると危険だからということで、新耐震基準満たさない建物が対象になってくるということが分かっていれば、解けるんじゃないかなというふうに思いますし、あとは特別控除は最高3000万とかあるんで、まあ、ここのところもできるだけ取っていただいて、まあ、ここはやはり問い10番のところが重要かなと思うんで、まあ、じっくり時間かけながら解いていただきたいなと思います。で、さらに第5問のですね、相続ですね。
で今回の相続についてはこれは、まあ、いつも通りっちゃいつも通りですが、まあ、問い15番の問い15のところで課税価格あと遺産にかかる基礎控除額最終的には相続税の総額というふうになってますが、まあ、本当であれば相続税の総額が一番難しいということにはなるんですけれども、まあ、今回の場合はちょっと配点箇所が、10箇所ぴったりなので、相続税の総額も1点なんですけれども、まあ、今回の場合だとですね、まあ、ただとはいえですね遺言の話とかですね、準確定申告の話とか相続での申告書、これはできると思いますので、まあ、ここのところはですね、しっかり全問正解取っていただきたいと思いますし、また問い14のところもですね、決して難しくはありませんから、ここのところ丸×のところもうまく点数取ってもらって、まあ、最後のところですね、問い15につなげていただくということで、ただ問い15のところも今回は順番としては子供がいるわけなので、まあ、妻 B さんが2分の1、で、残り長男 C さん、長女 D さんが2人がですね、2分の1ずつということで、ただし、E さんは、養子には、なっていないです。養子はなっていないと思うので、ちょっとすみません、全部読んでいるわけじゃないので、ちょっと今、確認をしてますが、養子ではありませんから、法定相続人ではありませんので、ですんで、ここは、今回の計算上は別だよということなので、まあ、あくまでも、相続税の総額は法定相続分で分けたという形になりますので、まあ、そのように計算をしていただけたらなという、ちょっと難しい問題かなという気はします。とはいえ、課税価格であったりとか、遺産にかかる基礎控除額は決して難しくはないと思うので、取れるところで取っていただければなというふうに思います。はい。で、これでですね、近在の個人資産相談業務の、まあ、解説と公表は終わりになるんですけども、まあ、全体を見ると、まあ、傾向通りのところもあれば、まあ、若干ですね、まあ、難しいところもないとは言えないんですけども、とはいえ全体で見ていくと、まあ、これ、90分で15問解くわけなので、決して分量として多いわけでもなく、やはり、まあ、地道にやってる方、あと、まあ、やってる方であれば、30点取れるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、あとは、計算問題というのは非常に重要なので日頃からですね自分で書きながら、学習していれば取れるんじゃないかなというふうに思いますのでそういう形やはり、日頃からですね、まあ、例えば計算メモ用紙とかそういうところに書きながら計算していく癖をつけている方は計算しやすい、正解が取りやすいんじゃないかなというふうに思います、ということでですね、これでですね3つの科目学科試験と実技試験2科目については終わりですけども、レックのところではですね、ホームページで、配点を、まあ、自分の回答を入れてもらうと、点数が出るようなサービスも行っておりますので、まあ、そちらはインターネットで確認いただいて、少しでもお役に立てていただければなというふうに思います。では、これをもちまして、FP 本試験、2級本試験の配点予想と公表を終わりたいと思います。お疲れ様でした。